いや、食い玉世界一取ったことないだろ、あいつ。ほんとさ、俺だけで、ほんとに見せてやろうか。食いたんつってさ、食いたんのことバカにしてるやつら。あのさ、見せてやるよ、俺がどれぐらい食いたんを愛してるか。俺がさ、食いたんをバカにするみたいなことをさ、たまに言うやつがいるけどさ、どれぐらい愛してるかちょっと見せてやりたい。引くかもしんない、みんな。あのね、もう全部見てるから、クイターの動画を全部最後まで見てるからね、これ。ポケカイクイターのピカブリの動画、これ見てよ、もう真っ赤っかじゃん。真っ赤っかだからね、全部愛しすぎでしょこんな全部見てる、全部最後まで見てる。あ、もう真っ赤っか、真っ赤っか。怖い怖い。面白くはない。面白くはない。なんか俺、一回動画見たら、なんか、トップにずっと表示されるようになっちゃって、クイタン動画が。なんかもう暇の時クリックしちゃって、そのまま最後まで見てる。面白くはない。いや、本当に別にクイタン自身に不快なところがないから。まあまあまあ、そのまま最後まで行っちゃうみたいな。グラーさんもたまに見てる。面白くはないけど。ポジッツァーだからクイタンしかマジで見てないよ。でポケモン実況者の動画なんか見る意味がないよ。面白くもないし、大抵。あの、ランドセルさんとクイタンぐらいかな、今見てんの。他はポケモンの動画見たやるのが辛いのになんで見なきゃいけないんだって思う。昔はオーラさんの頃とかはね、結構面白いやつらが多かったんだけどね。最近はもう、みんな面白くないし。他の人の見ないと、他の全く医師の動画を見たい、見るんだったら。最近はなんかキャンプ系見るな。キャンプ系とかガーリーレコードチャンネルとか見てるわ。ディスカバリーチャンネルも見てますよ。なんかカニ取りに行くやつ見てる。あー、あとあれだな、吉本公式はな、あのインパルスのコントとかサンドイッチマンのコント見てますね。すする TV はもう最近もうなんか宣伝ばっかだから見なくなっちゃった。